今回、妖怪ウォッチ2の本家と元祖には、メダルが入ってます。そして今回のファンブック第3号も、キウイニャン、メダルが入ってます。では、メダルだけ確認してみましょう。あ、DVD がついてますね。シール。そして中ほどに。はい。ウィキウィキペディアのご当地妖怪のカードとキウイニャンが入ってますね。ちなみにこのご当地妖怪はウィキウィキペディアのここに書いてあるパスワードを 3DS で入れるとご当地妖怪がゲットできるかもしれないメダルが手に入るとかそんな感じだったと思います。じゃん、お、キウイニャン、このキウイのつぶつぶが年寄りみたいな感じに見えちゃいますね。でも可愛い。キラキラもかなり豪華にキラキラ入ってますね。緑のクリアフレームですね。ラメ入り。かなりかっこいい仕様ですね。これが Z メダルっていうのかな。はい、本家開けてみましょう。はい、本家です。ピコーン。はい、ちょっとした説明書と、取り付きカードバトルのカードかな。ジバニャンと、キラキラキラン。あと、ウィキウィキペディアのキュービが入ってますね。あと、こういう台紙にメダル当ててみます。ジバニャンメダルのニャインとコマニャチですね。ジバニャン。かわいい。キラキラキラ。本家のメダルがジバニャンのコマニャチですね。完全にコマンレチのパクリですね。ここゼロって書いてますね。かっこいい。はい、元祖も開けてみましょう。はい、こういう台紙にジバニャン、ニャイーンがついてますね。はい、元祖がアインのパクリのニャイーンですね。で、元祖には取り付きカードバトルのコマさん、キラキラキラーとウィキウィキペディアのオロチが入ってますね。3DS の妖怪メダルは永久特典のようなのでずっとついてくるのでいつでも手に入るかなと思うんですが、このファンブック3のキウイニャンは